これでだいぶね、解像度だけではなくて解像感が向上しましたよね。こんにちは、ワキです。民生用の360度カメラとしては 8K で静止画も動画も撮れるというクーカム 8K。 解像度のスペックとしては頭一つ抜き出た形ではあるんですけれども、このクーカム 8K の本体のファームウェア、それとスマホのアプリがそれぞれバージョンアップしまして、静止画のクオリティがより向上いたしました。今回のバージョンアップで強化されたのは静止画でございます。従来であっても JPEG とローデータである DNG、 さらには DNG8 って言って、こう8枚バババババッと連写したものをスタックして輪郭をより鮮明に写したりとか、ノイズを打ち消し合って解像度の向上を図るという DNG8 が搭載されていたんですけれども、それはね、撮影したデータを後からパソコンで処理してあげる必要があったんですよね。で、今回のバージョンアップによってその DNG8 で撮影したデータをこのカメラ本体内でババババッとスタックして1枚の綺麗な画像に処理することができるようになりました。パソコンのアプリ2つ使う必要があったんですよね。まずはその8枚の DNG データをスタックしてくれるカンダオロープラスというアプリがあったんですけども、まあ、今回のバージョンアップはそれをこの本体内で行えるようになったということですね。ではまずその使い方ご覧いただきましょうか。こちらにすでに撮影してきたデータがあるんですけれども、 DNG8 で撮影してきたデータ、これをタップして開きますと、左下にアイコンが増えております。見えますかね、このアイコンですね。これをタップしますと、よロープラスということで、これでポチッとしますと、パソコンでロープラス処理していたものがこの本体内で行ってくれるということですね。はい、タップしてあとは放置して待っているだけで処理が終わりました。はい、こんな感じでパソコン使わずに本体内で DNG8 のスタック処理ができました。で、これをあとはスマホのアプリで接続してダウンロードしてくれば、パソコンを使わずに外出先とかでもより綺麗な鮮明な画像を SNS などでシェアすることができるということですね。画像を比較してみると分かると思うんですけども、1枚だけだとなんとなくぼやーっとした感じなんですけれども、 DNG8 でスタックしてあげると輪郭がくっきり、さらに暗部のノイズも重ねることによって打ち消し合って綺麗に表現することができるようになります。それともう一つ、 DNG8 の隣にあります HDR というアイコン、これをタップしますと、これが通常の HDR ではなくてスーパー HDR というものになりました。で、これなんて書いてあるかっていうと、スーパー HDR はこの本体だけでは操作できないんですね。スマホと接続してアプリで操作することになります。で、このスーパー HDR が一体どういうモードかと言いますと、まずは標準の露出で DNG8 で撮影します。8枚ババババッと連写してくれて、さらにそれを自動でロープラス8枚の画像をスタックしてくれて、次にマイナス3の露出、暗い状態でまたバババッと8枚連写します。で、それもスタックして一つの DNG データになって、次にプラス2の露出で8枚連写します。で、それをスタックして標準とマイナス補正、プラス補正の3つのローデータを自動的に作ってくれるんですね。で、その3つのローデータをもとに HDR 合成して1枚の JPEG データを合成してスマホに保存してくれると。ここまでをね、一連をね、ボタン1つ自動でやってくれるんですね。だから8枚8枚8枚の24枚を撮影したものをスタックして合成してくれるっていうモードなんですよね。だから通常の HDR よりもその合成する前の元データっていうのがまず綺麗なんですよ。
これがスーパー HDR モードでございます。まあそもそも 8K データで撮影できるってことで解像度は高かったんですけれども、まあシータ Z1 と比べるとセンサーサイズが小さいので解像感はちょっと足りないところがあったんですよね。これでだいぶね、解像度だけではなくて解像感が向上しましたよね。でさらにはこれ合成する前の DNG データしっかり保存されておりますので、これをパソコンで開いてより細かく補正してあげれば、この自動で処理されるデータよりももっと鮮明な、もっと自由度の高い補正が可能なんですね。その撮影自体も自動でやってくれるので、後からのパソコンの処理っていうのもだいぶ楽になりましたよね。今回このバージョンアップによって空間も 8K がもうバージョン 2.0 に変身したんじゃないかってぐらいね、画質向上はもう体感できるぐらいになっております。シータ Z1 にはデュアルフィッシュアイプラグインというすんごい便利なものがあるんですけれども、それに肩を並べるぐらいだいぶ空間も 8K も画質の向上、そして使い勝手の向上されたんじゃないかと思います。不動産関係など仕事の撮影で使用するという方もこのスーパー HDR の機能かなり使えるんではないでしょうか。